最初はちょっと手始めに、うん、はい、ラハちゃんでも行きますか。ラハちゃんでも行く。ラハちゃんでも行くよ。もう地元は違うけど、もう行く？もう、え、全然いいよ、全然。ラハちゃん、私戦ったことないですね。あ、ほんとに？ほんとに？やるやるやろう、じゃあ。はい、じゃあ行こう行こう。ライズではね、まだ、ハンターランク7のクエスト一回もやってない。一個もやってないんで。すごい！まあ、もう任せなさいな。いいですか？うん、行きましょう。ここでね、奇跡のカナタ先輩 VS カナタ先輩が見られる。カナタ先輩じゃねえ、ラハちゃん、ラハちゃん。違うから、ゴリラじゃねえのよ。ラーちゃんのクエスト参加と。2P カラーじゃねえんだよ、僕とラーちゃん。ちげえから。カナタ先輩、どっちどっち違う、どっちじゃないよ、どっちじゃないよ。マリオとリルージみたいな扱いやめてください。違います。マリオの方なんですか、じゃあ。アシュじゃねえよ。え、DLC キャラとか。違う違う、DLC じゃないか。追加コンテンツじゃねえんだよ。はいはい。え、どっちが追加コンテンツなんですか？ラーちゃんですか？ラーちゃんってどうでしょ、それは。僕は元からいいんだからさ。ラーちゃんの方が後から来たでしょうが。おめえ、ラーちゃん何年前からモンハンでこう、縄張り張ってるの？じゃあ、カナタ先輩がダウンロードしてんじゃないの？カナタ先輩 DLC じゃん。カナタコンテンツじゃありません。僕もだって19歳よ。19年前からいるんですから、ラーちゃんの方が後釜で、後釜。あー、なるほどね、って思ってるってわけですね。なんでだ、嘘でしょ。お前がそう思うなら、そうなんだろうな。嘘だよ、マジで。あー、あれだな、出自、カナタ先輩だもんな、でも。あー、ちょっとカナタ先輩勘違いしてるかもしれない。ね、可能性あるよ。あー、ムービー来たね。あ、ムービーだ。ここでしっかり見といて、みんな、ラーちゃんがどれだけ僕じゃないかを。わかった。あれ、ほら、あれ、でもなんか、あれ？全然違うわ。何してるのか、え、あれ、あ、でもなんか毛の疾患とかカナタ先輩とちょっと似てねえよ。な、同じシャンプー使ってるとかじゃないんだ。使ってませんからね。え、こいつも一髪派か、まさか一髪派じゃん。一髪ラージャンか。やだな、ラージャンが一髪使ってるの。乙女か、乙女だぜ。いや、全然違うな、やっぱこれはゴリラすぎるね、この人。ゴリラすぎる。お尻もムキムキ。いいけど、ね、プリプリですよ、お尻。まあ、ちょっとね、いいね、このプリプリのお尻はね。ラーちゃん、さて、ラーちゃん来たよー。ラーちゃんだ。来ましたね。